ビを務めさせていただきます阿部万世です。よろしくお願いします。一番最初の矢野くんがあんだけ噛みまくったから噛んでくれても大か、あ、もう噛んだ噛んでも大丈夫だろうと思うし、岩船くんが熱い熱いライブをしてからこう盛り上がるような感じでもいいだろうし、右のもみあげには白髪が生えている。あと鼻毛にもだいぶ白髪が生えてきたセブンさんもいじってくれたし、やっぱりリンネさんはイエイこれに尽きるな。そんな縁のある、皆さんと、そして今日はキャンセルになっちゃったけど、今ちゃのちゃんの曲が会場では流れてて、ちゃのちゃんの声を聞きながら、最後、しっかりバトンを受け取って演奏していきたいと思います。カモメの視線の音楽を担当しております阿部万世です。今日は音で空を飛んでいきましょう。よろしくお願いします。もうこの状況で声は出せないとかいろいろありますけど、今できる表現で2月19日いわきピットの景色、皆さんで一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。よかった手拍子なんかで一緒に作りませんか。あー最高。ワン、ワン、ニューレジェンドを聴いてください。
の静けさにも2年間で役慣れた。ちょっとギターを交換します。改めまして、阿部万世でございます。いわき出身在住のギタリストとしてなんやかんや十何年やっております。初めての方もいらっしゃるかもしれません。こんな感じで歌のない音楽でギターをたくさんたくさん重ねた音楽で、自己表現をしていたり、そしていわきの空撮映像の音楽をやっていたりするのですが、いろんな想像してもらえればなと思います。そしておなじみの皆様、久しぶり久しぶりの方も多いと思います。でも今日は噛んでも許される日だきっと。お客様同士がね、入ってきて、ああ久しぶり久しぶりとかってやってる、その光景がまたちょっとグッときてたりとかしてて、数ヶ月の人もいれば下手したら何年ぶり、いわきピットのこのステージに立つのも2020年の7月に、やったんですけども、コロナ禍でちょっと落ち着いた時期にやれた。そこからずっとやれてなくて、本当に久々のこのステージに立てて本当に嬉しいです。矢野くん声かけてくれて本当にありがとうございます。拍手。そしてこの、いわきピットさん、2015年のまさに7月の、オープニングイベントから、出させていただいております。いやなんかすごいいろいろ気持ちが溢れそうなんですけども、本当にこうやって場所があることがすごくありがたいっていうのを、思っていますし、人がいるっていうのがありがたいとずっとずっと思いながら、自分をそれを音楽に落とし込みながらやってきました。ここからそのカモメの視線の映像と一緒に演奏していこうと思っております。なんで敬語なのいきなり。そのオープニングイベントでもやった曲を今日ちょっと久々にやろうかなと思っています。ちょっと道具じゃない持ってきます。オープニングイベントの時も、いわきが東日本大震災によってダメージを食らったというか、まあいろんな被害が出たところ、その様子を空撮映像している同じくいわき在住の坂井英二さんと共に作品を作って、そこからそのひどいところだけじゃなくてだんだん良くなっていくところを伝えたいっていうのはあって、坂井さんと一緒に作品を作ってきました。その中で、2013年に出したカモメの視線3という作品では、鈴木姫香ちゃんという薄磯地区で津波被害で亡くなった女の子と出会って生き残ったお父さんと出会って作った曲があります。鈴木姫香ちゃんはデザイナーになりたい夢があって、でも3月11日の日に残念ながら天国へ旅立ってしまって、でも生き残った、あえて生き残ったとお父さんも言ってましたが、娘の夢を叶えてやりたいというのでいろんな人に掛け合って残されたこの薄磯の塩崎灯台の絵を描いたこのデザインをもとにハンカチという形にして夢を叶えさせました。あの地震が起きて生き残った自分たち何ができんだろう、何か役に立てんだろうかとか、なんで俺じゃなかったのか自分じゃなかったのか、そんな風に
思う人もいて、それでも旅立っていった人たちの分までなんとか生きて、そして生きた証をなんか残していきたいみたいな気持ち、すごい綺麗事に聞こえるかもしれないけども、そういう思う気持ちというのが本当に大事なんだなっていうのを2011年の3月11日以降、2013年にこの作品を出した時、そして、このいわきピットもそういう思いがあってピットという場所ができたというのを聞いてます。そしてそこから、去年で10年経って、来月で11年ですね。なんかその思いとか、綺麗事ばっかり言ってんなって思いながらも、このコロナ禍でも最後の一押し頑張ろうぜって、生きてこうぜって、なんか力になれんじゃないかなって思える、その思いがあるかないかで、ああ全然人生変わったなって思ってます。今日出演した皆さん、もう音楽仲間、スタッフの皆さん、今日はソニックチーム、配信音響、そしていわきピットの皆さん、そして来ていただいているお客さん、配信見ていただいているお客さん、いろんな思いある、その一個一個が誰かを支えている、誰かの力になっている、それ全然信じていいんじゃないかなって自分は思っています。そんな信じている気持ち、思いを込めて2013年に出した、震災から約2年ほど経った頃の、までのいわきの変化を映像とともに、感じていただければなと思います。リトルウィングバタフライ、天国から見た景色、まさにこのアングルかもしれない。映像お願いします。Thank you.
聞いてくださってありがとうございます。この2013年のカモメの視線3から約6年過ぎて、カモメの視線4というのを2020年に出しました。その間に旅立っていった友達も家族もいて、今の曲をレクイエムのように、姫香ちゃんだけでなくいろんな人の届くかなって思いながら演奏してきました。カモメの視線4には、でも悲しい気持ちだけじゃなくて、いや、カモメの視線3からもそうなんですけど、悲しい気持ちじゃなくて、さっきリンネさんも言ってたように、先にある希望とか、もっとフォーカス当てるとこを広げていけば明るい未来があるんじゃないか、そんな風に思いながらやってきて、カモメの視線4にはそれが核心となって作品に落とし込めたと思います。そこから2022年今経って、その9年までの10年経つ前までの映像が入ってますが、いろいろ比較できることもあるでしょうし、またここから時間が経って、あ、こう変わったなっていうのも伝えられるかなって思ってます。そこと、あ、こんなにいわき来たぞここまでっていうのを伝えられる作品になっています。そしてカモメの視線3から4、これはつながっている作品です。今日はこのまま3から4へ音と映像とともにつなげていきたいと思います。記憶から記憶へ、 From Memory to Memory、 そんなイントロダクションの曲から、レインボーレース。レースっていうのは虹色のレース、レースっていうのは肌の色って意味もあって、何色でもいいじゃん、あなた自由に生きとこうぜ、そんな前向きな気持ちを込めた曲です。映像とともにお楽しみください。では映像をお願いします。
この一曲で皆さん2月19日いわきピット一緒に作りましょうよ。手拍子で作っていきませんか。こんな感じでワンツースリー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 。いいね、今できる表現で最高に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。阿部万世でした。そのまま続けて続けてワンツースリーワンツースリーハンドのパイチ。最後まで続けて続けてこのままいくよ。ワンツースリー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 。もっといくでしょう。ワンツースリーワンツースリー。恥ずかしい人は心の中でもいいよ。ワンツースリー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 。ありがとうございます。ここでラララって歌うんですけど、よかったらテーブルとかで一緒についてきて。ララ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 ラ。優しい。ありがとうございます。これで終わりです。で、アンコールなしって言いましたので、アンコールはしないんですが、本当はここで矢野くんに喋ってもらいたいと思ったんですけど、いや矢野くんいいって言ったので、でも最後にまず今日の出演者の皆さんに大きな拍手を一人ずつ してもらってもよかですか。矢野正也くん。どこによる、どこに。岩船ひろきくん。片岡セブン。リンネー。
あ、先輩呼び捨てすみません。そして今日キャンセルになっちゃったけど、茶野ちゃん配信見てるかな、見てるかな、見てるかな。そして安倍万世でございました。まあそれは置いとこう。あ、ありがとうございます。そして本当、今日は、また我がふるさとクラブソニックいわき、配信チーム、和也さん。あたか。すいません、新妻さん。そして音響杉下くんです。この人たちがいわきすごく守ってくれてます。ありがとうございます。そしていわきピットのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。配信見てる皆さんも大きな拍手をありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。本当に皆様お元気で、どうかどうかお元気で、また会いましょう。ありがとうございました。